というわけで今回、はい、ビジュアルデカ Z 第30回目に出演してくださったのは、はい、青い黒宮さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらのコーナーはね、YouTube で、はい、番外編としてお送りしてるわけですが、改めてパートと名前を。はい、ボーカルの L です。ギターの夏です。ギターの佐伯です。ドラムの結城です。あのさ、直樹くんはさ、はい、あの、もしかしたらあれかな、あれちょっともうこういう感じがある、強気があるのかも。あるよね。感じますか。な、その聞き方ももう感じますか。ずっと本編中に真面目な人がこちらにさせてもらってて、はい、いろいろリアクションをこうチラチラと見てるとどうも女子なんだよね。視線感じますよね。なんか感じるんだけど、もうずっと見ちゃう癖があの、ご本人的にはどうなんですか。自分は男だね。何が OK。 何の OK それ。たぶ、うん、あのメンズも OK。 メンズも、あ、だから本編中に、はい、バンギャルだけじゃなくて、あ、そうなんですよ、男の人もむしろそっち来ないと嫌だみたいな。ライブにね、欲しいんですよね、多分ライブに来てくれって。そうですね、はい。あ、でもあれじゃない、全然関係ないんですけどあの、あれですよ、あの僕たち今年カウントダウンライブをワンマンライブでやることが決まってます。はい、そこは年が明けた瞬間からもうふんどしでワンマンやる。お、ふんどし一丁で、はい、全員メンバーの皆さん、はい、なんで多分一番喜んでる食い込みがね。でも自分もするんでしょ。自分もする。まあ他のメンバーも見れるっていう。何を言ってる。メンバー内もいい。まあ、みんなできるっていう楽しみ。何できるって、何をしたよ。すごいっすね。楽しみ。一緒にいてどうなんですか。いや、みんじゃねえよ。普段からそうこういう感じなんです。でもホテルはあの僕と彼がツインで、うん、あとここがツインなんで、うん、で今そのサポートしくれてる子も入れたら、はい、こトリプルで、はい、ここも永遠のツインなんで、まあ、大体被害を僕らだけは受けるみたいな。あ、なんかあるんですか、被害的なもの。いや、ありますよ。とりあえずあの大体やっぱ地方のホテルとかってユニットバスが多いじゃないですか、はい、大体、はい、ユニットバスのカーテンはまず閉めないんですよね。ほうほうほう。でドアも開けっぱなしなんで部屋中が蒸気でその理由っていうのがなんかちょっと古いですけど、なんかこうカーテン閉めてると後ろからこうジェイソンみたいなのがヒーみたいなのが来る気がするとか言って、だからシャンプーしてる時が嫌だからって言って、もう風呂中びっちゃびちゃびちゃ、トイレットペーパーもびっちゃびちゃみたいな、便座もびっちゃびちゃなんなの。いや、怖くて仕方なくて。普段から怖くて、特にそのシャワーカーテンを見ると思い出したよ。聞くんですよ、中から。いるいるかいるじゃなくて、僕がこう洗濯とか取りに行くじゃないですか。それも大騒ぎですよ、もう。あ、なるほどね。メンバーがいなかったらもう怖い、ね。はい。の割に、あの、7時台、8時台には入んないんで、もう夜中の3時ぐらいに入るんですよ、はいはい、急に。で、いるいるって。あと、僕がお風呂先入ってる場合は、なぜか上がってきたら、もう全裸待機してますから、ね、すぐ入れ替わり入れる。あ、そうじゃ、入れるよ。何を待機して、全裸で待機してびっくりしちゃうな。遊んでたんですよ、でも実は。そうです。きっかけが俺は。きっかけが欲しくて、毎回。本当にじゃあ、自分こう、シャワー浴びて、はい、わーって言って、後ろにジェイソンが、わーっていたと思う。うわぁお前のが怖い。ジェイソン逃げちゃう。そんなに見てないじゃん。いや、怖い。怖い。なんかあった昔なんか膝下に、なんか女の幽霊が乗ってるみたいなことをみんなで話した時があって、もう怖すぎて、いつも大体彼が運転するんですけど、そのほとぼり冷めるまでずっと僕が運転する。怖くて。女の幽霊が出たみたいな。どうしたの？うわぁ無礼だろ。怖そうじゃないよ。あ、でもあれあったじゃん、あのあれですよ、あの以前その花少年バディーズさんと一緒に回らせた全国ツアーの帰り道、あの最初初日が北海道だったんですね。で北海道から仙台に移動するフェリーで、
まあ、彼に誰か飲ましたんでしょうね、お酒を。もう下脱いで、もう船内走り回って、本当に社長がもう部屋の前に仁王立ちしてみたいな、何やってんのあんたって引きずられてましたからね。そう、出しちゃって出しちゃってました、ね、出しちゃって出しちゃってましたけど、うんうん、もう社長そんな目に入ってないんで、もうここも持たれてズル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 ってなってるね。出しちゃったところもズルズルズルってなっちゃって、そんなフェリーにお客さんも乗ってたんで、うん、もうその光景が完全なる公開、うん、何をしたか公開公開しながら後悔したから、開放的な、開放的な、だって真冬の甲板走り回ってどこやったの。おかしいよね。あ、後ろに女の幽霊がいる。うわぁ、あれもう来ないです。残念だ。そんな皆さんが作り出す音楽が12月の25日シングル、はい、ネクスト、はい、ネクスト6リリースされているということで、はい、これを聴けばメンバーですら元気になる。そうですね、もう多分いろいろ抱えてるものが、うん、すごくちっぽけに思えると思うし、その悩みがあとはこんなバカな人たちが元気に頑張ってるんだから私はもっと頑張ろうって思えると思うんで、ぜひ本当にそうですね、辛いことがあったら、はい、すぐこう食べてるように、常に食べてみて、お守りのように、はい、お守りのようにいいですね、してほしいなと。そしてなんと2014年の1月7日に、はい、渋谷オーウエストで、はい、ワンマンを決定している。素晴らしいです。新春早々。そうですね、ちょっと新春早々お祭りの方がいいかなと思って。うんうんうん。どうですか、どんな感じのライブになりそうですか。まあ今回は、うん、まあそうですね、お客さんが入りきるかどうか心配だったので、出ました。はい、で今時、まあ、あんまりやんないと思うんですけど、2階席も開放しちゃうかなと。おお、そうですね、はい、うん、まあ開放するだけして誰もいなくて、それはいいよね。一応約束守って、うん、一応開放だけしとこうかなと。いやでもすごい大運動会になるね、ライブですから、ハワイクは。ただまあ大運動会でもウエストはちょっと動けないんじゃないかなと思ってみんなね。ああ、なるほどね。緊張すぎてね。そうで、こう入りきれないっていう苦情の電話なんかがあったらちょっと怖いなみたいな。思ってるよね。って思ってるけ、当日、まあ楽しみです。おお、でもでも全然通過点ですか。ですね。本編に言ったように。はい。では最後にこの YouTube をご覧になってる皆さんに一言どうぞ。はい、じゃあ私はみんなで一言ずつ、一言ずつ。そうだね、どうせだから。まあ、待って待って待って。じゃあ、そう、何を見てくれてありがとうございます。うん、そうですね、ちょっと緊張してるんですけど。いいか、うん。今日はあんまり聞かないとかね。じゃあ来年1月7日からぶっ飛んで始めましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、イエーイ。シングル。買ってね、バンバンも来てね、また会場で会いましょう、バイバーイ。はい。まあ当日もし500人来たら、おっぱいは先行。まあ君たちのおっぱいがね先行だっても僕たちの金玉は10個しかないけど。あ、そっか、頑張ろう、頑張ろう、イエーイ。最後に、なおさんの、はい、一言で、始めました。抱いてください。ありがとうございました。アウェイクの目指し、ありがとうございました。後ろにジェイソンいる。わー。